アルベルトス・マグヌスは、大小アルベルト、ケルンのアルベルトスとも呼ばれる13世紀のドイツのキリスト教神学者である。また、アリストテレスの著作を自らの体験で検証し、注釈書を多数表す。錬金術を実践し検証したこともその一端である。カトリック教会の聖人で、普遍博士と称せられる。トマス・アクイナスの死としても有名である。ピウスス術世によって、 教会博士の称号を与えられている。ドイツのシュバーベン地方ラウインゲンに貴族の指定として生まれたアルベルトスはイタリアのパドバ大学で哲学、自然科学、医学を学び、30歳の時にヨルダヌスにつきドミニコ会会員となりボローニャで進学を学んだ。パリ大学やケルンのドミニコ会の学校など各地で進学と哲学の教弁を取ったほか、教会行政にも 手腕を発揮した。1254年にドミニコ会のドイツ管区長に就任し、また1259年にバレンシアの委員長会議でトマストとドミニコ会学校の修学規則を作成した。ほか、1261年から数年の間、レーゲンスブルクの司教を務めた。晩年は主にケロンを中心とするドイツ各地で活動したが、1274年には、 第2リオン公会議に出席した。また、トマスの死後、1277年パリにおいて、トマスに異端の権威をかけられた時は、老朽にあったアルベルトゥスは、ケルンからパリまで徒歩で旅行して、その弟子を弁護した。様子ファンはセンホフによるアルベルトゥス・マグヌス像。アルベルトゥスの思想の特徴は、アリストテレス思想の受け入れに対して、積極的だったことにある。この点で、 同時代のボナベントラなどのフランシスコ科学派の思想の潮流とは対象をなす。ただ、アベロエスなどアラブの学者の注釈の翻訳から主に学んだため、アルベルトゥスのアリストテレス理解には、プラトン思想が混入している部分がある。アリストテレスの仲介書のほか、非造物についての大前を表し、自然の観察に基づく自然学を推し進めた。また進学においては、 アリストテレス思想に基づく詩弁とともに、ニセディオニシウスワレオパギタへの仲介書を書き、ドイツ神秘主義へ影響を与えた。また、アルベルトゥスの弟子たちをアルベルトゥス学派と呼ぶ研究者もいる。鉱物書において、マグノス自身で錬金術を行ったが、金、銀に似たものができるに過ぎないと述べられている。錬金術に関する小冊子では、自分で実験したことのみを記し、 金と銀の製法とできた金属について触れている。また1250年に著作にヒ素について言及し、その発見者とされる。ありがとうございます。